と。待ってたぜ。いいか？なあ。よーし。どうも。診察室にどうぞ。
そう。まあ、いいけど。はい、どれ？それにするの？はい、どうぞ。それは聞く。どうも。それにするの？はい、どうぞ。あ、帰る？お大事に。やれやれ。そうだな。よし。なるほど。よし。よし、よし。聞いていただけませんか。おい、皆さん、行こうぜ。
まあ。
ったく。呀！
何？いらっしゃいませ。
こんにちは。いらっしゃいませ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 。
いらっしゃいませ。どうしますか？ゆっくりどうぞ。やるか。
ごゆっくりどうぞ。どちらになさいますか？注文はどちらにしますか？どちらになさいますか？いろいろ見てってください。
よし。おい、よく聞け。いいか。戦会議と行きますか。会議終了っと。おいおい、どうまでするとしますか。それにしても、ん、何、コードネームも決めねえとな。コードネーム、俺がスカルで、ジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好なあ、お前どうよ。待って、その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何が、猫じゃなくてパンサー、割といいんじゃない。どういう意味だ。ひょう、名称、名称言うな。そんなことよりカモシだ。あ、そうだったな。じゃあ仕切り直していこうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおい、お前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構、私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき公正の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。
そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格、古き人格のいくつかを捨て、過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。貴様では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくといったところですか。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。これで良いのか。過度な力は破滅を招きますよ。なるほど、これは強いペルソナです。過度な力は破滅を招きますよ。可もなく不可もなくといったところ。これで良いのか。貴様では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。強力な力を持っているな。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。貴様では扱いきれない。これで良いのか。貴様では扱いきれない。貴様では扱いきれない。貴様では扱いきれない。なるほど、これで良いのか。
過度な力は破滅を招きますよ。これで良いのか？可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくと。なるほど。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。では始めよう。ペルソナの血に戦いの場へ赴けばよりはっきりと価値がわかるでしょう。ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め多くをここで処刑し、より強いペルソナを生み出していくのだ。そして力を養うことがお前の構成であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。構成がはかどるよう処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第ではさらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ囚人。お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってよ。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす賊の技。今のお前なら使いこなせよう。より一層の構成に励むがいい。では望みがあるなら聞きましょう。随分と余裕が終わりで。構成の時間だ。さあ刑を執行するぞ。探りましょう。合体です。探りましょう。探りましょう。貴様では扱いきれない。やめるのです。ジュスティーヌ、お前の担当だ。閲覧なさい。これですか。ほうけたのですか。すでに持っているペルソナです。あなたでは使いこなせないでしょう。
登録を行うのですね。登録するのですか？仕方ありませんね。あなたの奇跡です。登録を行うのですね。登録するのですか？閲覧の無礼な男ですね。何を知りたいのですか？囚人を正し、さあ刑を執行するぞ。刑を執行、たどるべき道は貴様では扱いきれまい。やめるのか？見るのですか？何を知りたいのですか？あなたの奇跡です。終わりですか？つけておこう。囚人。どうしたお前、いきなり棒立ちになって。んだよ、ぼーっとして。お前時々何考えてるかわかんねえよな。器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ん？じゃあ行くか。つけておこう。すごいね。何？
く聞け。見せろ。どんなに殺し打ち？先制攻撃チャンスだ。敵の相性を調べる必要があるな。エルソナ！よく見て。弱点は見当たらないな。そこか。仮面の変態のくせに今敵の弱点をつくのは無理そうだな。今敵の弱点を取るのは無理そうだな。くらいな。ペルソナ。敵の相性を調べる必要がある。こんなもんでへばってないよな。遅れを取るんじゃないぞ。研ぎ澄ませ。感じるぞ、感じるぞ。暴いてやる。何者だ。一刀
いやつらだね。よし、こちらの先生だ。ヘルス、お、弱点が狙えるな。くらえ。おお、召喚がクイーン。ならないね。何か。暴いてやる。何者だ。怖い大人だ。よし、こっち。敵の相性を調べる必要があるな。お兄さんの顔。敵の相性を調べる必要があるな。
かなと。この扉は開かないな。別の道を探そう、ジョーカー。何か。前方、シャドウがいたぜ。気をつけろよ。よし、行けるぞ。暴いてやる。何者だ。弱点がわからないな。いろいろな技を使ってみないと。そこか。おお、ジョーカーがクイーン。やってやる。やってやる。いただいていく。おお、ジョーカーがクイーン。ホールド。引き際だ。よし。どこか。研ぎ澄ませ。研ぎ澄ませ。怪しいな。何か感じるぞ。いいか。んじゃあ行くか。暴いてやる。何者だ。俺はどうするつもりだ。先制攻撃チャンス。こいつ弱点つけるんじゃないか。くらえ。よっしゃ、次次。うん、ご苦労様。あれ、楽勝すぎた。暴いてやる。何者だ。見逃してくれよ。よし、こちら銃撃で弱点がつけるはず。おお、ジョーカーがクイーン。動くんじゃねえぞ。しょうがねえな。今が引き際だ。さて、感じるぞ。どこかに。
何か。何か。見える。感じるぞ。研ぎ澄ませ。見える。感じるぞ。暴いてやる。何者だ。よし、こちらの先生だ。そんなつけるんじゃないか。くらえ。おお、召喚がクイーン。まだ終わらないぞ。生きたままわしが死ぬ。今敵の弱点をつくのは無理そうだな。まだだ。ハザードじゃ。弱点をつけるスキルはなさそうだ。くらえ。しぶとい。やるな。弱点が狙えるな。大勝利。イエーイ。うん、ご苦労様。さて、シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだろ。研ぎ澄ませ。感じるぞ。感じるぞ。ありそうだな。お？
感じるぞ。よし、ここも。そうだな。あのさ。よし。飛びすませ。よく聞け。いるよ、ジョーカー。感じるぞ。あいつ、気づいてないみたい。しょうがねえな。今が引き際だ。
研ぎ澄ませ。よし、倒したな。じゃあ先。